はいどうも、ハンターハンター全巻貸してくださる方募集中、ミストです。はい、本日はですね、ハンターハンターコラボ第2弾が始まったということで、同時に激突イベントも開始されております。で、その激突イベントの効率の良い周回の仕方を皆様に伝授していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずは激突イベントの詳細の方から見ていきましょう。はい、こちらですね、激突ハンターハンター高校開催中ということでね、サクセスやスタジアムでハンターハンター高校が敵チームとして登場いたします。報酬で SR のねビスケなんかもゲットできるといった感じになっております。はい、でこちらなんですけども、混合連合モタルネス高校で対戦して、緑ハンターバッジと赤ハンターバッジ、これ、ね、サクセスになるんですけどもね。はい、ミキサーガチャは3色ないとね回せないので、まあ、サクセスも必須でございます。で、サクセスでこのね激突イベントハンターハンター高校を倒すと経験点プラスコツもいただけるということで、今ねサクセスのやり時になっております。激突イベントが始まったらとにかくね、サクセスやりまくって、で普段のサクセスよりもね強い選手が若干作りやすくなっておりますので、はい、サクセスやりまくることをお勧めいたします。はい、日程は以下の通りですね。はい、まあ遊び方は至ってシンプルです。はい、ただハンターハンター高校が登場して、そこからねバッジをもらおうという感じになっております。で今回のね目玉キャラのビスケなんですが、はい、ハンターミキサーガチャ、ハンタースーパーミキサーガチャそれぞれございまして、このハンターミキサーガチャ10回回すとハンタースーパーミキサーガチャに昇華することができます。はい、で10回回すと PR のビスケが確定で、スーパーミキサーの方は初回30回目で SR のビスケが出ます。10回目で SR10%、 20回目で SR20%、 40回目で SR ガチャ券が確定となっております。はい、まあ、このね相手も割と豪華になってますんでね、うん、まあこちらのね周回をまあ目標にねガンガンサクセスやるのもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、で今回ね伝授するのはスタジアムの回し方でございます。はい、タップするとランダムでハンターハンター高校が出現いたします。はい、まあ、こんな感じでね、初回から来てくれました。で激突ミッションがありますね、これセンター方向にヒットを打つってなってますんで、これはね、まず1日1回確率に達成するようにいたしましょう。まずは普通にやってみて、ちょっとどんなキャラが出てくるのかを見たいですよね。さあさあさあ、お、あーやべ飛ばしちゃった。さあどんな感じ、うわーすっげえ、ちょっと待ってPCQ とかえぐくないか。これ自分より知名度高い人だったら多分 PB とか普通に出てるんでしょうね。はい、こんな感じでね、敵チームにハンターハンターのキャラが登場してますと。これってさ、原作読んでないんですけども、あれなんですか、全員ハンターハンターのキャラになってるんですかね。そしたらすごくないですかまあでまあいっかって感じなんで、まあ終了まで早送りしちゃいます。まあ基本的に負けることはないです。はい、たまーに負ける可能性あるかもしれないですけどもね。うん、でこんな感じで飛ばしてってすごいな。オートで200万で次出るも、あ、これであと6試合以内にハンターハンター効果必ず登場ってなってるじゃないですか。でこの上のね、あと何試合以内にハンターハンター効果が登場っていうね文字が出たら、はい、皆さん今朝ね貯めておいたであろうこの挑戦状です。挑戦状を1枚消化しましょう。はい、そうすると、はい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 、さありょうくんを倒してスタジアムに戻りますと、はい、見てください上の数字、あと5試合以内にハンターハンター効果が必ず登場となってるんですよ。はい、1試合ね消化したことになります。はい、でこれをうまく合わせていきながらハンターハンター高校の登場を待つといった感じですね。はい、これがまあ激突イベントのおすすめの周回方法なので、まあ月曜日ですね、まあ、挑戦状をたくさん持っていると実はこのイベントかなり快適にできたりします。はい、
ちょっと引き悪いっすね。はい、またしても引けないんですけども、あと4試合以内になりましたね。はい、これでまあメダルも稼ぎつつバッジも稼ぎつつっていう感じでやっていくと、うん、いいんじゃないかなと思います。まあ私は結構ね、こういう周回イベントをソーシャルゲームにおいて結構好きなので、まあガンガンやっちゃうタッチではありますね。さすがに来るんじゃないか。え、ちょ、引き悪すぎない？ちょっと待って、あと3試合以内って、もうちょっと、あの登場演出スキップしちゃったから見たいんですよね。はい、なんでね、昨日の夜か、挑戦状のためのね、フレンドも募集させていただきました。はい、なってくださった方ありがとうございます。これでいけなかったら相当運悪いよ。結構ね、あと何試合以内って出るんですけど、すぐ出てくれるんですよ。あんま沼ることないんですけど。おいおい、もう全部外したんだけど、嘘でしょ。はい、ということで、ここで挑戦状を、消化すると、はい、確率に来ますと。いやー、よかった、これがガチャじゃなくて。ガチャだったらちょっとなんか悲惨なことになってただろうな。天井付きのガチャでこんなことになったらね、ボックスガチャみたいな感じで嫌ですよね。はい、ってことで、この挑戦状回した結果、はい、ハンターハンターの、高校出ましたね。はい、でさっきゲイトスミッション達成できなかったんで、ついに達成していきつつ、ちょ、登場演出なんかもね、見ていけたらいいかなと思ってます。飛ばさないように気をつけよう。はい、僕今感度ビンビンなんだよね。僕を失望させるなよ。はい、ありがとうございます。センター方向ですね。え、遅っ。あ、やばい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 。ファールでよかった。表で遅かった。それは打てないね。入る。あっぶんな。ちょっと結構キワキワに投げてくるね。キワキワがお好きですね。 OK、 これで達成ですね。どうせなら他のキャラの登場シーンも見たいんですけど。あ、変わんない。キルは出てこない。おせえ。チェンジアップ捉えたかったな。あぶねえ。今一瞬チェンジアップだと思ったんですけど、球が遅くて助かりましたね。さあ、来るか？ゴンとか来ないっすね。ワンチャンちょっとハイスコアも狙ってしまいたいんだけど、なんで今ナイスピッチ使ったんだろう。まあいいや。OK、 完封したいね。めちゃめちゃね、点数が出るね、イベントでもあるんですけどね。さあ来ました。はい、新キャラの領領ですね。いやー、今点取られなかったらね、スコアめっちゃ出してたんですけどね。まあ、クラピカもね、ゴンもキルアもね、見れると思いますんでね。はい、それは皆さんのね、目でぜひ確かめてください。 OK、 まあ、ただ完投しただけでもそれなりに出るんじゃないかな。はい、250万ですね。ただね、これでも残留きついんじゃないかな。あの残留ラインがこれイベント中はね、跳ね上がります。はい、あの300万とかね、全然出せちゃうと思いますんで、うん、あのぜひね、スタジアムのベストスコアもね、狙ってみてほしいなというふうに思っております。はい、まあそんな感じですかね。まああとは、新キャラ2人実装されましたので、まあこちらね、非常に強い紫のレオリオ、そして至高の遊撃手のクラピカ、まあ青枠で大活躍できそうなんで、まあ、その動画は後ほど公開いたしますので、ぜひね、チャンネル登録をしてお待ちください。はい、特典もね、こうやってもらっていけますので、はい、1日1回のね、交換になってますので、忘れずに交換していきましょう。まあ、最初はね、この試合チケット回復でいいんじゃないかなと思っております。はい、まあ、サクセスがね、サクセススタジアム1個ずつありますんでね、はい、達成お忘れなきようといった感じでね、今回失礼したいと思います。See you!